アガ州国司法長官不法活動に対する有罪判決を下され、拘束された最初の司法長官である。さらに彼は大統領再選委員会のキャンペーン管理者を務め、ウォーターゲート事件侵入犯、ジェームズ・ W ・マッコード・ジュニアを保安担当として雇用した。司法長官になるとき、ニクソン大統領は高齢の FBI による身元調査をしないように、 直接フーバー FBI 長官に要請し、受け入れられた。ミッチェルは、ミシガン州デトロイト市で生まれて、ニューヨーク州ロングアイランドで成長した。彼は、フォーダム大学で、法学予営、1938年に、ニューヨークの放送会へ入った。海軍での3年の兵役を除いて、1938年から1960年まで、ミッチェルは、 ニューヨークで弁護士活動を行った。リチャード・ニクソンの法律事務所が1967年にミッチェルの法律事務所と合併し、二人は友人になった。1968年にはニクソンの大統領選挙戦マネージャーになることに同意した。1979年1月に仮釈放され、ウォーターゲート事件などに触れた解雇録を執筆した。ありがとうございます。